はい、半負けの本家の半負け岩尾先生です。人間の 上の生物だと教えておりますけれども、今その人間の億万長者って誰でもこうなんですね。人間ではね、億万長者誰一人になれないんですね。上の生物私以外になれないんですね。でどうして億万長者になってるかというとですね、保安力っていうのはお金に対して財産に対して仕事稼ぐのに約100倍くらいまた防衛力の仕事が必要なんですよ。だからちゃんと仕事して実ってね、収穫してもその100倍守る仕事が必要なんでね、できない、稼ぐことできないんですよ、億万長者は。だから、ね、人間の力ではどんな頑張っても周りが盗むという力が働くんでまた保安力で、だからセキュリティの問題で雇っても足りないわけです。だからその、100倍近くまたね、物を作ったりする他にね、その物を作って守るのに別にまた100倍の仕事しないといけないです。これは人間では無理なんで、周りの人間たちに助けてもらわないといけないんですね。それで億万長者になれるわけですけども、これにはね、定義というか契約がありまして、非常の時に、死んでもらうよと、周りの人ね、助けるから、周りが助けるけどね、俺たち、ま、だから周りが保安力と、シードでね、 99% も仕事してあげると、ただでね、で億万長者で、いられますよというふうにね。ただ俺たちが言う時に特攻隊として働けるかと、この条約に従わないといけないですね。だから非常の時はね、仕事でね、言われたら、もしあったら、死ぬ仕事だけど仕事をやってもらうと、そういう定義をやらないといけないです。総理大臣もそうです。で裁判官も大体そうですね。全部かもしれない、資格取るのにね。ただ資格取るだけじゃないの、これに従事で仕事していいかということで住民から許可が必要なんです。だから特攻隊として契約をするわけです、人々とね。だからお金、本当の億万長者誰もいないんだよね。自分の金じゃなくて、もう体捨てないといけないんです、100%。 だからビル・ゲイツだってそうだし、アマゾンさんの億万長者もそうだし、あれだけお金稼いでてもね、周りに住民に言われて大事な時にね、あったら死んでも仕事をしてもらうということで、彼は全部動くんです。そういう契約してます、住民と。だから周りに保安力を守ってもらってて、大金を稼い持ってるわけですね。持つことができる。ただ普通の人間じゃ守れないんですね。だから周りにシードで仕事してもらうわけです、保安力で。ということです。私と違うのね、本物の貴族の私と違うのは、自分で保安力も取るわけですけどね、それができるんです、上の能力のものなんでね。だそれと、だから本物の億万長者と周りの億万長者っていうのは全部違うんです。億万長者じゃないんですね。緊急の時に特攻隊として働くという契約してて、身をもう捨ててます。だから誰もいませんよ、本物の億万長者ってね。たくさんいますけど、で総理大臣職もそうです、大統領もそうです。みんな身を売らないとなれないんですね、選挙で当選できないんです。そういう契約をしてます、みんな、ね、私と違うということでね。だから非常に私も大変で、なかなか金が稼げないでしょ。こういうのをやって勉強してるからね。私は身を億万長者になるのに、お金を手に入れるのに身を捨てませんよと、売りませんよということでいる、本物貴族だからそれができるわけですね。ということです。どうもありがとうございました。半間岩尾先生でした。